皆さんこんにちは。オンコロクロスプレミア、動画でわかる肺がん治療の最前線、ナビゲート薬物療法専門医瀬戸隆です。今日は国立がん研究センター中央病院副院長であられ呼吸器内科長の大江雄一郎先生に来ていただきまして、ペメトレキストを含む代謝拮抗剤の歴史と展望という題でお話をいただきたいと思います。それでは大江先生、よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。国立がん研究センター中央病院呼吸器内科の大江です。はい、それでは本日は代謝拮抗剤の歴史と展望というタイトルでお話をさせていただきます。これは私の COI です。これはですね、日本における非小細胞肺がんの治療薬の変遷を示したものでありますけれども、大体承認された年が記載されています。1960年代にはですね、アルキル化剤、それから代謝拮抗剤、ビンカルカロイド等々の薬がまあ承認されています。ただ、これらの薬はですね、非小細胞肺がんに対してはまあそれほど効果が高いものではありませんでした。で、1984年になって、シスプラチン、から UFT などがまあ承認されるようになって、やっと非小細胞肺がんに対してもある程度効果の得られる薬が登場したというのが現状であります。そして1990年代は当時第三世代の抗がん剤と言われていたカルボプラチン、イノテカン、ドサタキセル等の薬がまあ承認されています。で、2000年代になるとイレスタ、ゲフシニブですね、もう分子標的薬が2000年代の初めに登場して、その後オプジーボ、ニボルマムが2015年に登場して、免疫チェックポイント阻害薬が薬の中に加わったというような状況です。で、最近ではですね、 ADC でありますトラスズマム、デルクステカン、抗体とそれから抗がん剤が結合したような薬剤ですけども、それも非小細胞肺がんに対して使われるようになっています。それで本日のお話は代謝拮抗剤ですけども、この中で代謝拮抗剤と言われるのは、まあ、昔のもので言いますとメソトレキセート、それからフルオロウラシルですね、ファイブエヒューで、1984年に承認された UFT、 それから1999年に承認されたゲミシタビン、それから TS1、 ペメトレキセート、まあ、こういうようなものが代謝拮抗剤に分類される薬剤という形になります。これをもうちょっと分けてみるとですね、ピリジビン拮抗剤、フッ化ピリジビン誘導体と言われるものには、もう元々になるものはまあファイブエヒューなんですけども、ファイブエヒューと、それから UFTS1、 それからシチジン誘導体というものにゲミスタビンがあります。それから葉酸拮抗剤に分類されるものがペメトレキセというようなものになっています。そもそもですね、代謝拮抗剤とは何かということで少し調べてみました。これはですね、日本産婦人科学会の学会誌の中に記載されていた、定義ですけども、まあ、これが比較的分かりやすいかなと思いましたので、これを持ってきました。で、代謝拮抗剤は核酸タンパク合成過程における必須代謝産物に類似した化学構造を有し、その必須代謝産物に置換して取り込まれたり、重要な酵素に不可逆的に結合することによって以降の生物活性を阻害すると、でその結果細胞分裂を、阻止するというふうに、まあ、定義が、されています。ただ今の話だとですね、これまあ何のことかよく分かんないっていうことですが、例えば DNA だとか RNA を構成する成分の中にヌクレオシト、もしくはデオキシヌクレオシトというものがあります。その中の一つに、ウラシルというものがあるんですけれども、 5FU ですね、 5FU は代謝拮抗剤の、まあ、走りのようなものになります。この 5FU というのは、このウラシルの5万目の部分にですね、フッ素がついているので、5フルオロウラシルという、まあ、そういう名前になっている、そういう薬剤 で、これはですね、生体に投与するとがん細胞がこのウラシルと間違ってですね、 5FU を取り込みます。で、そうするとフッ素がついたウラシルを取り込んだ、まあ、RNA が生体内でできて、それで RNA が障害されるというような作用基準だとか、それからこの 5FU が代謝されて、まあ、F ダンプっていう物質になるんですけども、この物質がですね、チミジル酸合成酵素を阻害して DNA の合成を障害するだとかですね、まあ、そういうような作用基準を有している薬ということになります。で、もう一つ、現在よく使われている薬にペメトレキシドですね、商品名でいうとアリムタというお薬になりますけども、このお薬があります。
このお薬はですね、3つの酵素を阻害します。1つは 5FU と同じチミジネ酸合成酵素、それからもう1つは DHFR という、これ葉酸代謝に関わる酵素ですね。それから GLRFT というような RNA とか DNA 合成に関わるような、この3つをブロックするということで細胞分裂をまあ阻害するというような、そういう作用基準を示しているような薬ということになります。で、日本でですね、まあ、一番最初に、まあ、ある程度有効性が示されたのがやはり UFT ではないかなと思います。このお薬はですね、1984年ですので、実はですね、これ私が大学を卒業した年ですね、まあ、その年に市販されたというようなお薬です。このお薬は進行がんに対してはですね、腫瘍を縮小するような効果がまあほとんどなくてですね、使用されてはいなかったんですけれども、術後補助療法としてですね、まあ、非常に多くの試験がされました。で、これはメタナライスでその多くの試験をまとめた結果でありますけれども、まあ、ここにありますように UFT を術後ほぼ2年間ですね、まあ、2年間投与することによって、まあ、最初は生存期間あまり変わらないんですけど、後の方になってきて、だんだん生存率が開いてきて、5年で 4.6% の違い、7年で 7% の違いというような形で、まあ、術後に UFT を使うと、まあ、延命効果があるというようなことが示されました。で、ただこれの対象になるのはですね、当時の1期の T1、それから T2 というような病変になりますので、ステージング、これ今のステージングと違うんですけども、主にはリンパ転移がなくて、がん細胞の大きさが、まあ、T1 っていうのは3センチ以下、T2 が3センチ以上って、そういう当時なんですね。で、この中で特にですね、2センチ以上のがんに対しては UFT の効果が高いというふうに、まあ、言われています。で、これは T1 でも T2 でも同じように延命効果があって、それから、まあ、扁平上皮がんでもないことはないんですけども、やはり腺がんの方がその効果がまあ大きいというような成績が示されていて、で、これはですね、40年前に発売された薬ではありますけれども、今でもですね、まあ、2センチ以上の1期の非小細胞肺がんの術後補助療法として、まあ、使われているというような、そういう薬剤になります。それからもう一つが S1 という、これも 5FU の誘導体にいろいろ毒性を抑える薬だとか排泄を抑えるような薬が配合されたお薬です。このお薬はですね、イーストアジア S1 トライアルというような試験が行われまして、ドセタキセルと比較されています。で、これはセカンドライン、サードラインが対象なんですけれども、ドセタキセルと比較して、まあ、ほぼ同じ生存期間が示されているということで、これは比例性が証明された試験であります。ですので、まあ、S1 は非小細胞肺がんに対してそれほどは使われてませんけれども、データからいくと、まあ、それなりに、まあ、効果のある薬というような形になります。もう一つがですね、ゲミスタビンというのがありますが、これは先ほど言った1990年代にいくつかの薬が開発されましたけども、それをまとめたものであります。で、単剤で見るとですね、まあ、非小細胞肺がんに対してどの薬も大体 20% 前後の、まあ、走行率が報告されていたというような試験になります。で、当時ですね、4群の比較試験、非小細胞肺がんの患者さんを対象に600例の患者さんを登録して、シスパラチンイリノテキャンをコントロールとして、それとカルボプラチンパキリタキセル、もしくはシスパラチンゲミスタビン、それからシスパラチンビノレルビンを、まあ、比較するというような、当時の日本としては非常に大規模な第三層試験が行われました。で、その結果ですけども、代謝拮抗剤であるシスプラチンとゲミスタビンの併用っていうのが、まあ、生存期間治療値が14ヶ月という形で、まあ、当時はですね、やっと4期の非小細胞肺がんの生存期間が1年を超えたというような状況の時代です。まあ、その時に、シスプラチンゲミスタビンというのは、まあ、そこそこの、まあ、効果を示したというような、まあ、そういうデータであります。で、その後に登場したのがペメトレキシドという形になるんですけども、このお薬はですね、当初ビタミン剤だとビタミン B12 だとか葉酸とかの併用をしないで開発が行われました。ただしビタミン剤を併用するとですね、毒性が大幅に軽減するということが分かってですね、これらのビタミン剤を併用しないときの推奨投与量が 500mg/scale だったんですね。ところがビタミン剤を投与するとその倍の 1000mg でも使えるということが分かったので、これはランダム化の第2層試験でペメトレキシドの500とそれから1000を比べるというような、まあ、試験が行われました。結果ですけども、当時としては非常に衝撃的だったんですけども、500mg に比べて 1000mg が投与量が倍になったにもかかわらず、成績はあまり良くなかったということです。で、もう一つびっくりしたのはですね、当時やっとファーストラインの成績で生存期間治療値が、まあ、1年を超えたというような、まあ、4期の成績の時代にですね、セカンドライン、サードラインの治療で生存期間治療値が16ヶ月というような、当時としてはですね、まあ、信じがたいような、まあ、成績が得られたということです。
ここでですね、当時の考え方は、抗がん剤っていうのはですね、患者さんが耐えられる最大の量を投与するというのが、まあ、重要であるというふうに考えられていましたし、私たちもそういうふうに教わってきました。でところが、まあ、このデータを見る限り倍にしてもですね、あんまり効果が良くならないということが分かったんですね。まあ、つまり as much as possible というのは嘘だというのが、まあ、この試験で、まあ、明らかになったということであります。それからもう一つ、ペメストレキソの場合にはですね、維持療法ですね、当時もですね、抗がん剤をどれくらい使ったらいいかっていうような試験がいくつかやられていて、長く使ったらどうかっていうことも調べられたんですけども、当時のシスプラッシュ副作用も強かったので、あんまり長くやってもしょうがないので、まあやっても4回だろうというふうに言われてた時代ですね。でところが最初にプラチナとペメトレキソを使って導入療法して、その後にペメトレキソだけをですね、 PD になるまで維持療法としてやると、患者さんの生存期間が伸びるというようなことが示されたわけですね。そうすると当時の考え方であった As much as possible から As long as possible というような、なるべく長く、まあ、抗がん剤を続けた方がいいでしょうということが、まあ、このデータから分かってきたということでありますし、まあ、それを、まあ、世に知らしめたのが、まあ、ペメトレキソだったというふうに私は思います。でこの患者さんはですね、30代の男性で、右上葉の肺腺がんで、脳転移のある患者さんですね。で2013年の8月の治療前の CT で見ると、まあ、リンパ節が腫れてたり、まあ、肺に転移があったりだとかですね、こういうような、まあ、進行がんの患者さんです。で、この患者さん、まず最初にガンマナイフをして、まあ、脳転移をコントロールして、でその後にシスプラチンとペメトレキソを4サイクルやりました。でその後にペメトレキソとの、維持療法ですね、それを続けて、なんとですね、今124だから125回、まあ、この投与を維持療法として続けて、もう10年以上続けているというような患者さんで、まあ、今年の2月に撮った CT でもですね、まあ、リンパ節なんかも全然腫れてないですし、まあ、この辺の跡は残ってますけども、まあ、薬は非常によくコントロールされているということ でなおかつこれ、アリムタの素晴らしいのはですね、副作用もそんなに強くないんですね。まあ、これ副作用強かったらこの100回もできるわけはないんですけども、まあ、副作用もほとんどなくて、まあ、こういうような形で、まあ、継続できるというような患者さんもまあいらっしゃるという、そういう治療になります。でこれはですね、皆さんご承知と思いますけども、KEYNOTE-189 という、まあ、試験のデータです。でこれは今、おそらく世界で一番多く、非小細胞肺がんの非扁平上皮がんですね、に対して、まあ、使われている治療の組み合わせではないかなと思いますけども、カルボプラチン、もしくはシスプラチンとペメトレキソド、それにペンブロリズマムを併用するというような、まあ、そういう治療です。この治療でも抗がん剤としてはプラチナとペメトレキソが使われているということでありますし、非扁平上皮がんに対しては抗がん剤としてはですね、プラチナとペメトレキソというのがもうまさにキードラッグ、最も汎用されている薬というようなことになっているというふうに思います。で代謝拮抗剤の、まあ、現状と展望ということですが、まあ、最近あまりシスプラチンを4期に使うことはないんですけども、カルボプラチンとペメトレキソドっていうのは非扁平上皮がんの、まあ、標準的治療でありますし、何よりも、効果と毒性のバランスが、まあ、非常にいい薬だと思います。でおそらくこの地位というのは私はしばらくは揺るぎないんではないかなというふうに思い、それから代謝拮抗剤でもう一つはゲムシタビンですけども、プラチン、ゲムシタビン、それにネシツズマムというお薬を加えた治療っていうのは扁平上皮がんに対してあまり使われてはいないんですけれども、やはりこれはまあ選択肢の一つだというふうに思います。で UFT っていうのはもう40年前の薬ですけれども、まあ、未だに、まあ、日本では術後の補助療法の標準治療というような形になってます。それから先ほどの S1 ですね。でこれも、まあ、そこまで多くは使われてないですけども、非小細胞肺がんの二次治療以降の選択肢の一つということになると思います。じゃあですね、まあ、新しい代謝拮抗剤があるかということで、まあ、瀬戸先生に言われて私ちょっと調べたんですけども、あんまりそういうのは出てこなかったので、昔ながらのこういう代謝拮抗剤っていうのは、まあ、しばらくというかあんまりもう開発されないんではないかなというような気が私はいたします。ということで最後宣伝させていただきますと、今年の10月第65回の日本肺がん学会学術集会をパシフィコ横浜のノースで開催させていただきます。ぜひ皆さんお越しいただければというふうに思います。はい、ご清聴ありがとうございました。大江先生ありがとうございました。それでは早速肺がんの方に行かせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ではまず過去についてお話を聞いていきたいと思います。先ほど先生の講演で 500mg と 1000mg の比較試験を日本で行ったということですが、
この当時の開発として日本はグローバル海外と同時開発というものはできていなかったんでしょうか。当時はやっぱりちょっと若干遅れてたと思います。実はですね、500と1000の、比較試験っていうのは海外でも1本やられ、グローバルでも1本やられてるんですね。どういう経緯でに日本でやったかはちょっと記憶が定かではないですけども、これで承認を取ったというふうに思います。この時はまだ扁平上皮が含まれてたですね。あ、そうですね、この時は扁平上皮が含まれてました。私この結果を見た時に1000mg に扁平上皮がんがたくさん入って、で 500mg の方に腺がんがたくさん入ったんじゃないかなんてちょっと疑ったところがありました。さて、もともとペメトレキストの開発というのは悪性胸膜中皮腫に行われて、その後に肺がんに進んできたと思うんですが、最初は扁平上皮がんも含む非小細胞肺がんを対象に開発されていましたが、スカグリオッティ先生の試験から開発の経緯、非小細胞肺がんに対してシスプラチンジェミサイタビンとシスプラチンペメトレキストの比較試験を行った結果、そこからドラスティックに扁平上皮がんには使わないというふうになったと思うんですが、その経緯を教えていただけますでしょうか。スカグリオッティ先生が発表したシスプラチンペメトレキストとシスプラチン、ゲミスタビンの比較試験があってですね、サブセットの解析を見ると、まあ、瀬戸先生言われたように扁平上皮がんではペメトレキストよりもゲミスタビンの方がいいというか、ペメストレキストが悪いというかですね、まあ、全体ではちょっと逆の傾向があったということで、ペメトレキストは扁平上皮がんには、まあ、あんまり効果がないということがかなり大規模な試験の結果で、まあ、示されたというふうに記憶しています。それで後付けでセカンドラインでドセとの比較試験とかメンテナンス試験を見返すと、まあ、扁平上皮がんには効かないということで外されたというふうに習ったと思うんですが、そんな感じでよろしいですか、ね、その通りだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、葉酸とビタミン12の補充をしながら治療するお薬だということをお聞きしたんですが、作用基準を考えると葉酸回路を止めるためのお薬なので、そこで葉酸入れたら回っちゃうんじゃないかというふうに思ったんですが、この葉酸の量って微妙なこうさじ加減の量なんでしょうか。そこまでちょっと詳しいことはあれですけども、どちらかというとがん細胞の場合にはそこはあまりレスキューされなくて、正常細胞が葉酸だとかビタミン B12 でまあレスキューされるという、なんかそこの差があるみたいで、そこは非常にうまくいってるというふうに、うん、思います。このペメトレキストですけど 5FU にしてもそうですし、メソにしてもそうですし、 S1 にしてもそうですし、ジェミシタビンにしてもそうですが、多臓器がんにもこの代謝拮抗剤は効くのに対して、ペメトレキストが肺がんと悪性胸膜中皮腫以外で成功したという話を聞かないんですが、そこら辺は先生なんか教えていただけますでしょうか。難しい質問ですね。確かにおっしゃる通りですね。例えば胃がんとか試験をされたそうですけど、効かなかったっていうことをお聞きしたことがあるんです。この記事はで肺がん以外でも例えば中皮腫が効いてるので全く違うがん種に効かないわけではないですし、ペメトレキストを開発されたのもちょっとだいぶ昔の話なんで、理由は私はちょっと知りません。わかりました、ありがとうございます。先生何かご存知。いやいや、私も試験をやったけどうまくいかなかったということで、ペメトレキストとにものすごく形が似てるじゃないですか、はいはい、なんで胃がんに効かないんだろうとかそういう疑問をずっと持ってたので、先生に教えてもらう。抑えるところがメソより多いんですよね、うん、だからプラスしてるんで、まあ、効いてもいいから、で TS を抑えるから 5FU みたいな効果もあるはずなので、うん、まあ、そういうのに効いても全然いいはずなんですが、なんで効かないかって言われるとちょっと分かんないですね。そうですね、不思議な薬だなっていう感じです、ね。まあ、確かにそうですね。でもまあなかなか皆さんあれですよね、効かない理由を調べないからなんじゃないですか。そうですね、謎のままですね。まあ、それに関連するかどうか分からないんですけど、腺がんや非扁平上皮がんと診断された大細胞がんを含むもので、 TTF1 が発現してないものにはペメトレキストが弱いと、むしろタキサンの方がいいみたいなデータが何個か散見されます、はいはいはい、先生これについてちょっと教えていただけます。現象論としてはですね、そういう
ことは報告されています。で、 TGF-1 っていうのは、腺がんの一番代表的なマーカーなので、やっぱり TTF-1 が発現している細胞っていうのは肺がんの腺がんとしては非常に特徴的だと思うんですね。それが発現してないとなんでかって言われると、ちょっとそこもそこまで掘り下げて私考えたことないんで分かんないです。わかりました、ありがとうございます。再現性があるのかなっていうところがちょっと疑問に思っているところです。ただ、前にですね、昔ですね、韓国に行った時に、韓国のドクターが、扁平上皮がんでも効果変わんないみたいなことを言っていて、ちょっとそこは、なんですか、腺がんだとか、それから扁平上皮がんの診断の問題とかがあるのかなと思って、僕はちょっとその時は聞いてたんですけどもね。確かに、国によって、こう、免疫組織学染色をしないと、扁平上皮がんの診断って怪しいなっていうところがあるっていうのを、病理の先生に聞いたことがあります。さて、先生。じゃあ現在のことをお聞きしていいでしょうか。はいはい、TTF1 が陽性か陰性かで治療を使い分けるべきなのか、それは現象論確定した前向き試験がないから分ける必要はないのかということを教えていただきたいと思います。難しい質問ですけども、少なくともですね、あんまり効かないっていうようなデータが散見されてるの で、他に治療法がなければ別ですけども、他におそらく同じぐらいの効果が、あるというような、タキサンですよね、アブラキサンだとかですね、そういう薬があるので、アブラキサンの場合毎週投与になるっていうのはちょっと煩雑になる面はありますけども、効果だとか毒性を見る限りペメトレキサンと比べて、そんなに劣るような治療でもないので、あえてペメトレキサンを使わなくても、タキサンはアブラキサンを使っても悪くはないかなというふうに思います。しっかりしたデータがあったら使うべきじゃないっていう形になるんですけども、使うべきじゃないとまでは言えないんですけども、あえて使わなくてもいいんじゃないのぐらいの、そんな感じかなと思います。ありがとうございます。腺がんの、キードラッグであるペメトレキサンも、苦手な分野もあるというふうに認識しておけばいいということですね。わかりました。じゃあ先生がこうアブラキサン、ナブパクリタキセルのお話をされたので、ナブパクリタキセルのことで聞いていきたいと思います。エビデンス上はシスプラチンセミサイタビンの方がシスプラチンペメトレキサンに対して扁平上皮がんでは上に行っていて、いろんな薬剤がシスプラチンゼミサイタビンプラスマイナス試験、先ほど先生がご紹介されたネシツズマブもそうですけど、こうベースがシスジェムっていうものが非常にヨーロッパを中心に多かったのに、最近の試験は、カルボナブパクリタキセル、カルボアブラキサンというものがベースになるようなことが多くなってきたんですが、ゼミサイタビン非常にいいお薬だと思ってるんですけど、どういうことでカルボナブパクリタキセルが扁平上皮がんのスタンダードに変わるようなことになってきたのかということを教えていただきたいと思います。僕必ずしも変わってはないような気がしますけどもね例えばファックスのデータで見てもですね、どれもほとんど差がないんですね、で当時 T 小細胞肺がんのスタンダードはプラチナムプラス第3世代って言われてたんですね。だから何を使ってもいいって言われてたんですね。で今もおそらくその辺のことに関してはあんまり大きな差がなくて、結局プラチナともう一個何かを併用すればほぼ一緒なので、その辺を一括りにして、全部が標準治療じゃないかなと僕は思いますけど、で我々が患者さんに治療するときにはそのいろいろな薬の組み合わせによる毒性の出方だとかですね、そういうものを総合的に、効果も当然そうですけども総合的に、考えて、その中の一つを選べばいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それじゃあちょっと話題を変えさせていただいて、ペメトレキサンって併用薬でシスプラチンの試験がほとんどだと思います。悪性胸膜抽出の時もそうだし、スカグリオッティ先生の試験もそう、でそれからメンテナンスに入った時も4サイクルはシスプラチンで入ってメンテがペメでするということで生存を伸ばしてきましたが、実臨床ではカルボプラチンに不推奨してしまったということがあるんですが、先生も私もシス派で有名だったと思うんですがこのシスプラチンがカルボプラチンにこう変わっていったというような経緯を教えていただきたいなと思います。基本的にはですね昔から欧米ではですね、どちらかっていうと、カルボプラチンを4期に使うような傾向があったし、そういう先生が多かったんですね。これに対してヨーロッパだとか
それから、まあ、特に日本なんかはやっぱり死してないとというようなそういう考えの先生が多かったと思います。で、昔はですね、シスプラチンともう一つ何か組み合わせる薬もですね、効果がすごく、強かったかというとそんな感じでもなかったんで、やっぱり少しでもちょっと強い薬というような形で脂質を組み合わせたんじゃないかなというふうに僕は考えてるんですが、だんだんやっぱりアリムタのようにですね、それなりでかなり効果のある薬と組み合わせるんであれば、シスプラチンとカルボプラチンっていうのは僕はそんなには差はないのかなと思うようになりました。で、なおかつその利便性だとかを考えると、あえてシスプラチンを使う必要はないのかなという気が僕はします。より効果的な薬剤が出てくると、毒性が強くてちょっといいというお薬は影が薄くなっていくっていうふうに考えればよろしいですか。それもそうですね。わかりました。さて、現在はこのプラチナムペメトレキストが免疫チェックポイント阻害剤を上乗せするとか、分子標的治療薬、まだ日本では承認されてませんが、オシメルチニブを上乗せするというベースの治療法というふうになってますが、今後もこのシスプラチンペメトレキストというものは、カルボプラチンペメトレキストを含むプラチナム併用療法というのは非扁平上皮がんのキードラッグであり続けるのか、いつか使われなくなるのかという今後の展望がどうなっていくんでしょうか。いや、それ今後で、いつかは使われなくなるかなと思いますけども、僕は当面使われると思います。それで新しい代謝拮抗剤みたいなのってちょっともう調べた範囲では分からなかったんで、そんなには出てこないんじゃないかなと思うのと、もう一つフェミトレックスを例えば ADC に置き換えようだとかですね、そういうような話もあるかもしれませんけども、毒性とやっぱし効果のバランスから言うと、カルボプラチンとペメトレキストっていうのは僕はかなりいい薬だと思うんで、それを凌駕する薬が、いつかは出るとは思いますけども、しばらくは出ないんじゃないかなって気がしますけどね。他に免疫チェックポイントだとか、場合によっては分子標的だとかと、組み合わせるにしてもですね、サイトトクシックっていうのは結構僕は大事な役割があると思うので、その部分に関してはカルボプラチンとペメトレキストっていうのはしばらく使われるんじゃないかなっていう気がします。ありがとうございます。今後新規の代謝拮抗剤というのはなかなかしばらく出てきそうにないということで、プラチナペメトレキストが非扁平上皮がんでしばらくは使われていくよと、分子標的治療薬を使っても再燃してしまったら、キードラッグになっていくということですが、このプラチナムペメトレキストを使う上で、先生が非常に大事にしていることというか気をつけた方がいいというようなことがあったら教えていただきたいと思います。さっきもお話したように長く継続するっていうことは僕は大事かなと思ってるんですね。あんまり科学的ではないんですけど、ギチギチに3週回しにするよりは患者さんと話しながらちょっと緩めの治療をするのがいいんじゃないかなって気がちょっと個人的にはしてます。企業的には詰めて入れなきゃいけないようなお薬じゃないですよね、代謝拮抗剤って。多分そうだと思う。詰めてどんどん入れて患者さんが下手るよりは、長く続ける方がいいような薬だと僕は思ってます。ありがとうございます。貧血とか浮腫とか、突然肝機能障害が出てきたりとか、そういうことが長く使ってると起こってくると思うんですけど、診療していく上で患者さんに気をつけといた方がいいよとかいうようなことありますか。僕は長く使ってる人何人かいましたけど、あんまりそういう経験ないですね。割とそう大きな副作用もなく続けてる人の方が多いような気は僕はしてますけど。先生が先ほど言われたようなさじ加減、詰めすぎずにちょっと患者さんと話しながら感覚を考えていくっていうことが大事ということですね。じゃあもう一つプラクティスを聞いていいですか。日常印象的な質問なんですけど、間隔を空けるとおっしゃったんですが、消化器がんでやられているようなストップアンドゴーみたいに化学療法ホリデーを持つみたいなことは先生されますか。したことないですね。やはり間隔は伸ばしても定期的に打っていくことの方が患者さんと先生のこのコミュニケーションの中ではうまくいってる。毒性でやめざるを得ない人は、いるとは思いますけど、ちょっと腎機能が悪くなって途中でやめたような人がいるんですけども、その患者さんにペメを3年ぐらい経ってから再開したんですけども、ちょっと効きいまいちだったような、そういう印象もあるんで、使えるんだったら間隔を多少は空けても使ってった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど、すいません、何も根拠もないですけど。エビデンスレベルいいですけど、たくさん使ってる先生のお話っていうのは大事だなと思います。
じゃあ、先生、先ほど私がちょろっと言ってしまいましたが、先生、アイオのことだけをご紹介されたんですけど、最近分子標的治療薬もプラチナム併用療法をうまく使うということによって生存が伸ばせないか、生存を伸ばせるというような情報があるかと思うんですが、先生、これに関して何かお話ありますでしょうか。多分フローラ2だとかそういう話になるんだと思いますけども、まだちょっとフローラ2のデータでガチガチの標準治療になるかっていうと、もうちょっと見ないといけないのかなっていう気が僕はしなくはないんですけども、一つの選択肢だとは思います。バラバラにやるか同時にやるかっていうのは、まだまだクリニカルポジションの域を出ていないというふうに、はい、そうですね。ありがとうございます。まあ、ここら辺の情報はもうしばらく、もう数年見てみて、どの程度この抗治療がどうだったのかという情報が出て、ね、いかないとスタンダードにならないという認識していいですかね。そう思います。はい。スタンダードってのは標準治療の一つにはなるかもしれないんだけど、まあ、それしかないようなゴールデンスタンダードにはならない。ありがとうございます。さて先生、このサイトは患者さん向けに開いているサイトですので、今からシスプラチンペメトレキスとカルボプラチンペメトレキスを受けるという患者さんに対して、メッセージとかお願いできますでしょうか。ペメトレキスドっていうと従来の抗がん剤の代表みたいな薬剤なんですね。カルボプラチンとペメトレキスドの併用っていうのは、今そういう従来の抗がん剤、いわゆる殺細胞性の抗がん剤の中ではもう最も使われているキー扁平状況に対してはですけどね、そういう薬剤です。で、一般の方々は、いわゆる殺細胞性の抗がん剤と聞いただけで、なんかとんでもない薬というような、なんかそういう先入観を持っている方が非常に多いように、思います。逆に免疫の薬だとか、それから分子標的薬は、まあこれはいい薬みたいなですね、なんかそういう先入観があるんですけども、決してそんなことはなくて、その3つのカテゴリーの薬っていうのは、まあどれも同じように、肺がん治療にとっては、まあ非常に大事な薬なんですね。なので、まあ、あんまりそういう変な先入観だとかそういう変な情報にとらわれずに、よく担当の先生と相談して、まあ、治療を受けてもらうのが大事かなというふうに思います。ありがとうございます。それと先生、このサイト意外と医療従事者に見られているということで、医療従事者の方にもメッセージをいただくことはできますでしょうか。さっきもお話ししましたように、今の抗がん剤の考え方は、昔のように非常に大量の薬を投与するというよりも、なるべく長い期間治療を継続するということが非常に大事になるわけですね。で、そのためには、やっぱり一番大事なのは、副作用のメンテナンスを、いかにやるかというような形になります。で、特に医師だけで患者さんと話して情報を取ってもですね、限られた外来の時間では、うまく情報が集めれないというようなこともあります。その辺、特に患者さんもですね、医師には言いにくいようなことも、医師っていうか僕だけかもしれませんけども、言いにくいような、こともあるようなので、ぜひ看護師さん薬剤師さんもいろいろな情報を患者さんから取るようなコミュニケーションを密にしていただいて、患者さんが少しでもその治療を長く継続できるようなサポートをしていただければ嬉しいかなというふうに思います。大江先生、診療が終わったお疲れのところに、今日は長いくご講義と対談をいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。